どうも高井です。才能があっても成功するかはたった 5% の差で決まる。この本の著者は高校時代、大学時代とアメフト部だったようです。高校あたりから恵まれた体、恵まれた才能を使って活躍できたそうで、それは大学になったらどうなったのか。自分は凡人になってしまった。でも周りがスターになってしまったみたいな。その差は一体どこで生まれたのか。練習の量、食事、そしてオフシーズンの過ごし方、それらが周りの人はいつもにプラス 5% 頑張るようにしていた。著者はスタートラインがみんなと一緒だったんだけど、ノルマを達成したら、ああもういいやって投げ出しちゃった。この差が、この蓄積の差が成功と失敗を分けてしまった。この本の中に別の事例で貯金の例があります。換算はドルベースです。最初は100ドル、読んでいきますね。1日目100ドル、2日目105ドル、3日目 110.25 ドル、4日目 115.76 ドル、5日目 121.55 ドル、6日目 127.63 ドル、7日目 134.01 ドル、8日目 140.71 ドル、9日目 147.75 ドル、10日目 155.13 ドル、11日目 162.89 ドル、12日目 171.03 ドル、13日目 179.59 ドル、14日目 188.56 ドル、15日目 197.99 ドル、16日目 207.89 ドル、17日目 218.29 ドル、18日目 229.20 ドル、19日目 240.66 ドル、20日目 252.70 ドル、21日目 265.33 ドル、22日目 278.60 ドル、23日目 292.53 ドル、24日目 307.15 ドル、25日目 322.51 ドル、26日目 338.64 ドル、27日目 355.57 ドル、28日目 373.35 ドル、29日目 392.01 ドル、30日目 411.61 ドル。最初の1日目と30日目で4倍以上下がるよね。たった 5% の蓄積の差がこれだけ差がついちゃう。でも貯金だよね。所詮貯金って考えてしまうと数字じゃん。現実スポーツとかって考えちゃうと、そんな 5% は数字通り増えていかない。だけどたったこのあと 5%、 この差がとてつもなく大きいし、蓄積されていくと周りと圧倒的に差を離して、普通にそれ努力がカバーできませんよねっていう、著者みたいにあなたドーピングしてるでしょって疑いたくなるレベルの差を生み出してしまう。皆さんもあと 5% 頑張ってみませんか？チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。